こんにちは。ゆっくりマリサです。霊夢です。今回は、大学ガイドブック第1弾、早稲田大学について解説するよ。大学ガイドブックでは、キャンパスの特徴や学部についてなどを詳しく解説するよ。それでは早速行ってみよう。早稲田大学は、次の4つのキャンパスがあるよ。じゃあ、早稲田キャンパスとその学部を紹介していくよ。早稲田キャンパスは、早稲田駅から徒歩5分のところに位置していて、政治経済学部、法学部、商学部、教育学部、社会科学部、国際教養学部のキャンパスになっているよ。早稲田キャンパスが本キャンだな。大隈講堂や大隈さんの銅像があるんだよな。キャンパス周辺は、定食屋やラーメン屋が多く立ち並んでいるから、学生には嬉しい立地になっているよ。それから、中央図書館の蔵書数が私立大学の中でトップらしいぞ。280万冊、だね。そういや、23時頃になると早稲田生たちが駅前のロータリーにいっぱいいるよな。高田馬場の駅前にある居酒屋の、だるま、満腹亭、には大宴会場があって、毎晩のように飲み会が繰り広げられてるんだよ。でもこのご時世だから、あのバカ騒ぎもなかなかできなくなっちまったな。ここからは、早稲田キャンパスの学部を順番に紹介していくよ。まずは、政治経済学部。早稲田大学の看板学部だな。どんな学部なんだ？政治と経済双方の視点から、両者が複雑に絡み合った現代社会のメカニズムを、考究していく学部だよ。ぬお、そうか。パンフレットには、そう書いてあったぞ。学科は、政治学科、経済学科、国際政治経済学科があるよ。なんか、政経のキャンパスの3号館はやけに綺麗だし、高級感がすごいよな。2014年に改修されたからな。8階には、やけにシャレオツな空間があったが、あんなところで彼女と夜景を楽しみながら勉強でもしたいよな。そんな彼女が欲しいマリサには、男女別の学生数を教えてあげる。さ、次は法学部。価値観の多様化が進む社会で、時代の変化に対応して主体的に活動できる能力と、高度なリーガルマインド、法的思考、判断力を持った人材の育成を目指す学部だよ。法曹を目指すための司法、法律専門職、法律の知識を企業で活かすための企業、生涯法務、外交官、公務員、ジャーナリストを目指す国際、公共政策の3つの主専攻があるよ。法学部等の8号館もかなり設備が整っているよな。男女別の学生数はこちら。次は、教育学部。教育を軸とした幅広い学びによって実社会で必要とされる総合力を養う学部だよ。開放性教員養成の理念のもと、教員免許の取得は卒業要件になってないんだよな。学科は、教育、国語国文、英語英文、社会、理学、数学、複合文化があるよ。学部棟がキャンパスの奥の方にあったよな。うん、だから、早稲田のチベット、とも呼ばれてるらしいぞ。男女別の学生数はこちら。次は、商学部。人、物、金、情報が世の中でどのように繋がり、人々の生活を変えているのかを見極め、社会をより良くする方策を考える学部だよ。2年次の秋に、経営、会計、金融、保険、経済、マーケティング、国際ビジネス、産業の6トラックから、各自で選択することになっているよ。霊夢、ちょっくら聞いたことがあるんだが、春と秋には、商学部で、なるものがあるらしいじゃないか。一体、どんな優遇を受けられるんだ？商学部では、学部独自の休日だよ。商学部だけの学校公認の休みってところさ。なんだと？そんなの、他学部からの嫉妬が止まらないじゃないの。男女別の学生数はこちら。次は、社会科学部。複雑な社会問題を的確に把握、解明するとともに、既存の枠にとらわれない解決策立案能力と、世界に発信できる国際感覚を養う学部だよ。通称、社学、だな。社学は、取り扱う学問の領域が広いから、やりたいことが見つかっていない人にはいいかもな。自然科学なども学べるぞ。大
男女別の学生数はこちら。早稲田キャンパス最後は、国際教養学部。英語による活発な意見交換を通じて、社会の既成概念を、判断的、かつ論理的に、分析する力を養成する学部だよ。授業が英語で行われたり、1年間の留学が必修だったりと、結構大変そうだな。だね。留学生や帰国子女も多いらしいよ。あと、入学前に2泊参加の英語合宿も行われるそうじゃないか。そうだね。きっといい刺激になるよ。男女別の学生数はこちら。さあ、次は富山キャンパスについてだよ。富山キャンパスは、早稲田キャンパスから徒歩5分のところに位置していて、文化構想学部と文学部のキャンパスになっているよ。通称、文キャン、だな。そういえば、内装がすごい綺麗だったな。だね。外装は、味気のない感じだけど内装の清潔さから、学生からの評価は高いよ。周辺にはおしゃれなカフェもあるよ。さあ、富山キャンパスの学部を順番に紹介していくよ。まずは、文化構想学部。現代社会を生きるための幅広い視野や教養を持ち、柔軟で豊かな発想力を駆使して、新しい文化の世界を構想できる人材を育成している学部だよ。文校といえば、ユニークな授業が多いんだよな。有名作家などが指導する授業や、教授が人形愛を語る授業なんかもあるよ。人形愛？全く想像がつかないぞ。まさか、リカちゃん人形への愛を語るのか。気になる人は受講してみようね。男女別の学生数はこちら。次は、文学部だよ。古典と先端的学術研究を融合させた、確固たる伝統に基づく教育を展開しているよ。文学部は、18個のコースで構成されていて、2年次から各コースへ進級するよ。取れる授業は、文化構想と結構被っているよ。男女別の学生数はこちら。文学部も文化構想学部も、女子の方が多いな。だから、富山キャンパスは、富山女子大学。って呼ばれたりもしてるよ。次は、理系のキャンパス、西早稲田キャンパスを紹介していくぜ。高田馬場駅から徒歩15分のところに位置しているよ。でも副都心線西早稲田駅に直結しているから、こっちの方が便利かな。機関理工学部、創造理工学部、先進理工学部のキャンパスになっているよ。リコキャン、とも呼ばれているぞ。本キャンの方のサークルに参加する人が多いみたいだな。そうだね。新旧が混じってるキャンパスになっているけど、施設は充実しているよ。次は、西早稲田キャンパスの学部を順番に紹介していくぞ。まずは、機関理工学部から。新時代の機関となる、科学技術を創出できる、技術者や研究者の育成を目指す学部だよ。学科は、数学科、応用数理学科、機械科学、航空学科、電子物理システム学科、情報理工学科、情報通信学科、表現工学科の7つがあるよ。機械科学、航空学は、レポートが結構大変らしいぞ。男女別の学生数はこちら。次は、創造理工学部だよ。社会を変革する、実学、の展開により、豊かな社会の創造に貢献できる人材を育成する学部だよ。学科は、建築学科、総合機械工学科、経営システム工学科、社会環境工学科、環境資源工学科、の5つだよ。建築学科は、レベルの高い講義が受けられるんだよな。そうだね。だから人気学科らしいけど、めちゃくちゃ忙しいよ。男女別の学生数はこちら。西早稲田キャンパス最後は、先進理工学部。世界最高水準の研究、教育拠点として、時代の最先端を行く新領域を創造する学部だよ。学科は、物理学科、応用物理学科、化学、生命科学科、応用化学科、生命医科学科、電気、情報生命工学科、の6つだよ。学科ごとに足したようなカリキュラムが組まれていそう。最先端の新エネルギーやロボット、AI などの研究も行っているんだよ。男女別の学生数はこちら。
所沢キャンパスについてだよ。所沢キャンパスは、西武線小手差駅からバスで15分のところに位置していて、人間科学部とスポーツ科学部のキャンパスになっているよ。トコキャン、とも呼ばれているよな。あと、所沢体育大学、とも。まあ、キャンパス周辺はあまり充実しているとは言えないね。トレーナーや研究をしたい人にとっては、最高の設備だと思うよ。アスリートもいっぱいいるしな。次は、所沢キャンパスの学部を順番に紹介するよ。まずは、人間科学部だよ。心理学、社会学、医学、工学、情報科学などの、学問領域の枠を超えた分離融合教育で、スタイルにとらわれない学際的な学びができる学部になっているよ。学科は、人間環境科学科、健康福祉科学科、人間情報科学科の3つ。男女別の学生数はこちら。所沢キャンパス最後は、スポーツ科学部。学問としてのスポーツを科学的に追求し、グローバル化にも対応した教育を展開している学部だよ。学科は、スポーツ科学科のみだけど、2年次からは、7つのコースに分かれることになるぜ。有名なスポーツ選手がいっぱい在籍しているから、スポーツ好きにはたまらんぞ。男女別の学生数はこちら。キャンパス、学部の紹介は以上。早稲田大学 HP には、VR キャンパスツアーってのもあるから、キャンパスの雰囲気を知りたい人は、ぜひやってみるといいぞ。以上です。